やることリストは私は日々これに書いてるんですよ。自分のことのノートにやることリストですね。どういうことを今日やるかとか書いて、終わったらここで線引いていって、こう消していってるんですよ。だいたい夜に明日何するかをこう書いています。で、終わったらこうやってこう消していくと、忘れないですよ。なんか自分一生懸命頑張ってんな思うしちゃんとこうやって書いておくわけです。で、日々忘れてるというのはまた別のところに書いてあるので、そういう計画を立ててやっていくというのはとても大事です。それと、これはおすすめ、ちょっと最初にこれもっと早めに言ったらよかったんですけど、こういう、私はこういう蛇腹のこういうのを使ってるんですよ。これカレンダーですね。こうやってこう長期的な計画を避けたら、どれぐらい3ヶ月ぐらいにでやることがあるんで、どの日が空いてるかとか分かるわけですよね。赤線で引いてるのは東京にいる時とかなんですけど、こうやってそのどういうふうにこの日は空いてるから、ほんなら次はこれやろうっていうふうにもう最初に準備をしておくわけですよ。だ、今回やる呼吸セミナーも去年ぐらいからもうずっとやろうと思ってたわけですよね。で、2月にやろうと思ってるわけです。で、その後準備をしているということです。大切にその準備を、長期的な計画を立ててやっていかなければならないですね。だ、自分がやらなければならないことというのを日々のですね、ちゃんと明確にしておかなければ、ああそれは立てれないですよね。だっても日頃やるべきことは決まってると思いますので、一回時間を作って書いてください。で、日々ですね、新しいこと増えてくると思いますし、終わったらちゃんと消していくと。やり終えたということを消していくということをやってみてください。次ですね。次は借金リストというのがあります。自分が日々毎月どれぐらい使っているかということを、まあ、借金リストと言ってるんですけども、こうまず家庭、生活されている方は大体毎月どれぐらい食費かかっているのか、電気代ですね、電話代、ガス代、家借りているんだったら家賃とかですね、そういう絶対月かかってくるお金です。で、もしどっかから銀行とかからローンでお金借りているんだったらその返済とか、ね、友達から誰か金借りているんだったらその毎月どれぐらいとか、そういうものをしっかり書き出して、それは今度さっき言ってた年収にそのかける10人で乗ってくるわけですよね。それを稼がなあかんですよね。さっき言ってたのは自分が欲しいものだけの話ですから。でも日々生きていくお金いりますよね。保険ありますよね。健康保険ありますよね。税金とかもこれが出てくるし、みんな、やっぱりそういうのもこう上に乗せていかないといけないです。まあ今すぐちょっと書けないと思いますんで、これはもうお家帰って書いてもらったらいいと思います。毎月いるお金ですね、一回計算してください。そしてそれをかける12ですね、12にして載せるんですよ。だから清水さんはさっき言ってたように、その自分の欲しいものリストだけでも自分の年収を超えてやってるわけだから、これ載せたらまた超えますよね。日々生活、今の生活を維持しながらさらに豊かな生活をするためにはそれぐらい稼がなあかんようになってくるわけですよ。そしたらどれぐらい年間稼がなあかんのか見えてくるわけですよ。いいですか。だから女性の方は家計簿つけてるっていう人もいると思いますけども、やっぱりそういうのを細かくやっぱりやってですね、日々のこうお金の出し入れいうのをちゃんとやっぱりやっとかんとダメですよ。それは子供さんのこれは塾のお金もいるしね、ちゃんと考えとかんと。結構みんな面倒くさがるんですよね。それはなぜか、なぜそのお金の管理にあれか、やっぱりその向き合うのを避けてるっていうのがあるんですよ。うわこんなにあんのとかね、分からんでもないけど、いやうちらもやっぱりおかげさんにちゃんとやらせてもらってるんで、結構税金とかごっついわけですよ。消費税ももちろん払わなあかんしね、ちゃんとまあ一応のけたあるけど、思うよ。法人税とか、うち東京と大阪あるから、東京でもそれ企業住民税みたいなのからなあかんからね、あんな大きくないですけど、それはまあ大体所得税ですよね。所得税、消費税とかね、税金で苦しめられてるんですよ。だから、苦しめられてるから、まあ大変ですよ。頭あれですよ、稼いだ分払ってるからね、やっぱりね。要さん頑張ったら頑張った分取られるし、でうち子供多いでしょ、だから毎月の健康保険料とか聞いたらビビるよ。でまたみんな健康やから一個も使えへんからね、
返してくれやいう感じですよ。ほんまに私も全然行けへんから、病院とか歯医者行くぐらいは、ね、他どっこも行けへんので、もう何年も使ってんよ、ごっつい払わなあかんねん。で、反対また給料落としてもそれもまたあかんしね、難しいところなんですよ。そこそこもらえる状態なあかんし、会社やってるとはいえ、そんなのはやっぱ考えとかんと、稼いでる以上に出ていくから、あの使う以上に出ていくわけですよ、税金が、そういうのもやっぱ計算していかなあかんし、これから皆さんもいずれ個人事業主してやっていったら税金もやっぱ払っていかなあかんやろうし、まあでも税金を払うことによってまだお金借りることもできるからね、だから税金を払うことによって借りるっていう感覚はちょっと持ってた方がいいと思います。私は今はどこもそんな借りてないけど、やっぱりそういうふうな借りれるっていう時は借りてもいいんじゃないかなと思いますね、これからはね、それはちょっと頭入れといてください。で、最後にですね、借金リストをしてもらったとして、次、できることリスト、自分が今できることです。さっき言ったように、どういうことができるのか、そしてこれをやればどういうお金がもらえるのかですね。その一つの工程をやったら、大体1万円稼げるんだったら、月100万稼ぐんだったら、それ100回やればいいってことですよね。それが今日後半やる、そういう個別的なこういう戦略に出てくるわけですから、自分がこうこれでバーンだったら 100m の相手を打てるとかね、そういうのがいるわけですよ、それを明確にしていくってことです。じゃあそれをちょっと自分で考えてみてください。